4、これは際どい、三塁ランナーホームイン。記録はフィルダースチョイス。次のバッターはひょうたん熊吉。同点のランナーを返せるか。打ち上げてしまいました、ライトへ、アウト、ランナータッチアップ。これでツーアウト。バッターボックスに中西九郎を迎えます。スイッチヒッターの中西、今回は左打席に入ります。ツーアウト、ランナー1、3塁。同点のランナーを返せるか。打った、セカンドゴロ、アウト、スリーアウト。マリーンズ、この回1点を返しました。ラッキーセブンでございます。ライオンズファンの皆様、なお一層ご声援くださいませ。河合隆、ほんの少しですが制球の乱れが感じられます。ライオンズはクリーンナップ、3番宮地から。バッターは3番センター宮地、背番号58。ストライクゾーンをかすめている。投げた、アウトコース。カウントはツーナッシング。投げました、引っ張った、1、2塁間、セカンドへ。本日3安打目、これで猛打賞獲得です。バッターボックスはカブレラ。打ち上げてしまいました、センターへ、センター落下点、アウト。ワンアウト。ライオンズ、さあここでバッターは山田太郎。1球目、高め、投げました、打ち上げてしまいました、ライトへ、アウト。これでツーアウト。ライオンズ、さあここでバッターは和田和弘。バッタ三遊間、ランナー二塁でストップ。シングルヒット。迎えるバッターはマクレーン。先ほどの打席は三振に倒れています。ここで井原監督動きました。伊藤を務めの登場です。ツーアウト、ランナー一塁、追加点のチャンス。ど真ん中、ワンストライクノーボール。投げました、打った、セカンドゴロ、アウト、スリーアウト。ライオンズ、追加点のチャンスを生かせませんでした。ラッキーセブンでございます。マリーンズ、ラッキーセブンの攻撃に入ります。ご声援くださいませ。松坂、相当疲れているのか肩で息をしています。マリーンズ、この回は4番メイまで回せるかがポイントでしょう。
投げた、打ち上げた、レフトへ。レフト和田和弘難なく取りました。これでワンアウト。バッターボックスはサブロー。ワンアウトランナーなし。ギリギリいっぱい。ショート松井和夫取りました。これで2アウト。迎えるバッターは福浦。アウトカウントは2アウト。1球目打ち上げてしまいました。センターへ。センター宮地取りました。3アウト。岡本圭次郎、サブロー、福浦と3人で攻撃を終わっております。河合隆、ちょっと疲れが見える気もします。ライオンズ、この回は下位打線からです。バッターは8番指名打者柴田、背番号2。投げました、ストライク。投げた、バットが回った。投手有利なカウント。投げた、打った、レフト線、惜しくも切れました。バットが出ません。最後は速い球で三振に切りました。バッターボックスは高木宏行。今日はまだヒットがありません。アウトカウントはワンアウト。投げました、打った、ライト前、二塁へ、シングルヒット。ライオンズ、さあここでバッターは松井和夫。ストライク。一塁けん制、セーフ。ワンストライク、ノーボール。投げました、ボール。投げた、打った、三遊間、ランナー二塁でストップ。本日3安打目、これで猛打賞獲得です。迎えるバッターは尾関。先ほどの打席はショートゴロでした。ここで山本監督動きました。おっと、ここで登場したのは神田。次のバッターは尾関。ライオンズ、チャンスが続きます。二塁へ、セーフ。コース4-6-3、マリーンズ4-6-3のダブルプレーに取りました。これで3アウト、チェンジです。ライオンズ、得点圏にランナーを出しましたが、惜しくも得点は得られませんでした。松坂、多少制球の乱れが感じられます。マリーンズ、この回最初のバッターはメイ。ここで井原監督出てきました。
犬飼一三郎マウンドに立ちます。山田さん、ここは俺にサイン決めさせてください。よし、遠慮せず放ってこい。1球目投げました。初球を打った。センター返し、2塁へ。メイ、猛打賞達成です。バッターボックスはショート、ノーアウト、ランナー1塁。犬飼千三郎といえば決め球のドックルですが、ドックルがなければ千三郎は波板の1塁へ。タッチアウト、これでワンアウト。この千三郎は実の兄である小次郎と竹蔵からも犬飼一族の中の突然変異とまで言われるほど似ていません。2人の兄が力で押すタイプのに比べて千三郎は技で攻めるタイプと言えるでしょう。振りかぶって投げた、打ち上げてしまいました。ライトへ、ライト落下点、取りました。これでツーアウト。迎えるバッターは柿内。アウトカウントはツーアウト。投げました、ストライクゾーンをかすめている。バットが回った、ストライク、三球三振。最後は速い球で三振に取りました。メイ、ショート、垣内と3人で攻撃を終わっております。ライオンズはクリーンナップ3番宮地から。バッターは3番センター宮地、背番号58。打った、ショートゴロ、アウト、ワンアウト。迎えるバッターはカブレラ。カブレラ、背番号42。一球目打った、ライト線、セカンド岡本圭次郎取りました。これでツーアウト。バッターボックスは山田太郎、今日は4打数1安打。アウトカウントは2アウト。投げました、初球を打った、セカンド真正面、アウト、3アウト。千葉マリンスタジアム、9回の表を終えまして4対6。マリーンズ、この回最初のバッターは小坂。バッターは7番ショート小坂、背番号1。振りかぶって投げました、ストライク。落ちるボール、ツーストライク。3球目投げた、引っ掛けた、サードゴロ、アウト、ワンアウト。次のバッターはひょうたん熊吉。この打席も打ち取ってみせますよ。そう何度もやられないぜ。振りかぶって投げた、サードゴロ、ファウル。
ファーストゴロ、アウト。これでツーアウト。次のバッターは中西球道。野球ってのはツーアウトからだぜ。打った、セカンドゴロ、アウト。試合終了。勝利投手は松坂、犬飼一三郎にセーブポイントがついております。負け投手は里中悟、4対6、ライオンズ辛くも逃げ切りました。本日は千葉ロッテマリーンズ対西武ライオンズの試合をここ千葉マリンスタジアムよりお送りしました。